どうも、亀瀬太郎です。今日は、はい、お久しぶりです。珍しい始まり方ですな、はい、この Z のグローブなんですけど、当たってからちょこちょこと使わせてもらってたんですけど、肩ができてないんですよ。全く硬くて、まだ試合とかでもちょこちょこしか使ってないから、うんうん、硬すぎをちょっとお願いしようかなと思って。はいはい。で、今こんな感じなの？今こんな感じで、あー、まあ閉じるけど周りが硬いから、広げられへんっていうのと、ポケットがやっぱりまだできてないっていうのもあるし、うん、確かに。なんかカメちゃんってこういう肩になるよな。こうちょっと壁、薬指とかに壁できちゃう。そうやろ、うん、そうそう。だからもうちょっとこうスポット入るようなポケットにしたいなっていうのあって、あのワン球界で出会ったクリラバさんにお願いしようかなと。出たワン球界に来てもらって、クリラバさんにこのグローブちょっと見せたら、ちょっと貸してくださいって言われて、いきなり揉み出されて、うん、でその時に、まあ、試合で、まあ、ライトフライ来た時にこう結構スポット取れたから、あ、確かに取ってたわ。取ってたっていうのがあるから、あ、これもしかしたらちゃんとやっぱお願いした方がいいなと思って、うん、ちゃんと、まあ、正規のちゃんとお金払ってクリラバさんにお願いしようと思って、発送前のこれをちょっと取っとこうかなと。なるほど。思いまして、じゃあ どんな方がいいとか。一応クリラバさんにはもうなんかこんな方がいいっていうのはあんまり俺の中でないから、うん、取りやすいようにしてくださいとお願いしたのと、グローブにあったっ、そうそうそう、と手結構サボりがちやから、そうやな、そう、中、まあ、見てもらったら分かんないけど、ちょっとまだツッツ続いてたりとか、かすれてるし、ピンクももうなんかもうなんかちょっと色替えがちょっとあるから、そう、まあ、お手入れもちょっとお願いして、ちょっとどういう風になってくるのかなっていうので、じゃあ片付けとお手入れをしてもらうと、うん、そう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 、片付け1000円、お手入れ1000円で合計2000円やから、まあ、全然その、まあ、大人やからだって払えるから、うんうんうん、まあ、その辺ちょっとお願いして、どれぐらい変わるのかなっていうので検証の動画を。検証じゃない、検証じゃないやん、検証じゃないクリラバスタに見てるよこいつはいけるかみたいな、検証じゃない依頼するってことね。そう、依頼して実際使えるように、来年から使えるようにと。なるほどね。そうそう、やっぱりこうみんなこう来年に向けてこういろんな道具とか揃えてるけれども、うん、まあ俺はとりあえず来年に向けてこのグローブを使えるようにしていきたいなと思います。なかなかだってそれレアグローブやからな。そうそうそう、使っていかないともったいない、うん、もったいないから、プレゼント企画でな、当たったやつや、うん、そう、ありがたい、特産デビューのやつやからね。なるほどなるほど、うん、静岡の方まで送って、また帰ってきたらまた動画改めて撮りたいと思います。ドゥシュンってやつやな1ヶ月後、はい、ではまた。はい、ということで、はい、あれから数日、届きました。届きました、帰ってきました。はいはいはい。はい、では早速、開けてみたいと思います。前のグローブは結構カサカサで、形が、こうな、ちょっと斜めになってた。そう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 。ドドーン。あー、でも、ツヤは出てるね。うん、なんか綺麗になってくれたよ。うん。でも、変わってるね、形が。そう、これはザ・カイヤ用みたいな感じで変わってさ、はいはいはい、これ、もう俺も手にはめた時に、あ、もう全然違うっていうのがもうすぐ分かって、何よりやっぱりここやね、ここ奥行きできた、うん、そうそうそう、ここにこう壁ができてもうて、うんうんうん、すごい取りづらい形になってたよな。それがちゃんとしっかりと曲がるようになってる。そう、こちゃんとこういう形になってくれて、前までなんかこういう形あった。ああ、そうやな。そう、それがちゃんとしっかりと、こんな変わるんっていうぐらい。へえ、これでも画面でもしかしたら使わりづらいやな。いらんスト取っていいこれ捨てていいこれスト取っていい、うん、いやじゃあちゃんと丁寧やなと思う、ね、これで書いてくれて、ね、意外とちゃんとね、でそして字切れてる、うん、これなすごい丁寧に。ちなみにさ、うん、昨日ほんまに昨日、これ今日わかんねんけどこの動画、ああそう今日、うん、昨日クリラボにあって、やっぱ初心者ってそういう使い方するらしい。あってなんのかな、こういう感じなの、うん、ここまで多分使ってしまってるらしいらしい。へえー、そうなんや。そう、だから結構あるあるらしい。あ、そう、今年はこれで頑張ってみたいと思います。2022年はこれで、うん、でもサードユニに絶対合う。なめちゃくちゃ映えると思う。まだな、ちょっとまだ紹介できてるんです。まだうまい人なんですけど、うん、結構片付けだけでも持ち込みやったら3000、4000円高いよな、するとこあるから、うん、まあ、野球、まあ、その人の片付けが好きな人はいいけど、うんうん、その亀ちゃんみたいに野球初心者で誰にお願いしようってなった時は3000、4000は高く感じるの。高いよな、だってメガネずっと曇ってんじゃない寒いからな、めちゃめちゃ寒い。俺らも今日仕事納めなんでもうふわふわしてますけど多分でも今日は動画見てる人が仕事納めの人多いと思う。28日、そうやな、今日最後やもんね。だからまあふわふわしてる感じは、まあ、これはリアルかなって思います。なんで2022年はこのグローブで頑張れな。ライト定位置、あ、定位置ね。だからクリラバーベースボールチャンネルもあと80人ぐらいで1000人って出たんで、おっ、それ頑張ってほしい。皆さんよかったらぜひ
チャンネル登録よろしくお願いします。はい、僕仲良くさせてもらってるんで、うん、では今回の動画は以上です。はい、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします、はい、ではお気に入り Thank you ワンチャンネル。